創上大学は、熊本県熊本市西区池田4の22の一に、本部を置く日本の私立大学である。1967年に設置された。大学の略称は、創上大。大学設置当初は、熊本工業大学と称していたが、2000年に、現大学名に改称した。元は、工学部のみを有する短科大学であったが、2000年の大学名改称以降は、 薬学部、生物生命学部、工学部、情報学部、芸術学部の語学部、従学科、さらに全学科に対応する専攻を大学院を備えた総合大学である。キャンパスは池田キャンパスと熊本空港に直結する空港キャンパスがある。創上大学では、見学の理念とこれに基づく四ヶ条からなる大学の教育理念を制定している2008年に 工学部宇宙航空システム工学科に航空機パイロットを養成する航空操縦学専攻を設置した。練習拠点として熊本空港に空港キャンパスを開設。大学専用の練習機としてビーチクラフト製のモデル58バロンを導入している。日本国内でパイロット養成コースを設置している大学は他に東海大学、オービリン大学、 法政大学と少ないが、中でも、創場大学は外部のフライトスクールに委託せず、教員や機材を自前で用意している。1949年に、熊本市区本寺4丁目において、電気、電波学校として創設された。専門部と高等部があり、双方に応用電子工学科、電気通信科の2科が設置されていた。 1960年には、同志池田町4丁目に移転。1961年に、学校法人、君が、淵学園として認可される。君が、淵電波工業高等学校と改称し、専攻家電子工業科、電気通信科を設置した。1965年には、熊本工業短期大学として、開学。1967年に、 熊本工業大学を開学する。工学部を設けて、電子工学科、機械工学科、工業科学科を設置した。1969年には短期大学を廃止。その後、工学部に各科を増設していき工学の短科大学として教科を進めた。2000年に工学部のほかに、学部各科を増設し、総合大学科。これに伴い、 現大学名である、創場大学に改称した。以上は公式サイト、決算、事業報告のページにある、各年度の事業報告書を参照した。学部大学院別科附属機関教員卒業生、池田キャンパス空港キャンパス大学公認の部活動として、企業部があり、ここから2018年に、企業、チャモが設立され、植物の根腐れを防ぐ光合成細菌。 クマレットを商品化している。ありがとうございます。